さてやっていきましょう。キノピオ隊長、取りこぼしのダイヤを求めて。エピソードがね、前回2位のやつが全部取れたよね、全部取れたよっていうところで、ちょっとね、そう、今すごいなんかキノピオ隊長のマークがいっぱいついてるこのマーク何なの、わからない、わかんないんですけど。そう、エピソード3ってなんか他のエピソードよりダイヤ多いけどまだ取りこぼしがあるぞみたいな、そんな感じみたいなので、どれぐらいないんだっけ、ちょっと見ます。なんかでもほとんど取れてるっぽいねという感じみたいなので、ちょっと取りこぼしたダイヤを求めて、ちょっと今回ね、鶴橋洞窟の底、ここ以外はなんか全部取れてる感じがあったよねあ、でもなんか3つ取れてるように見えて、こういうのとかが取れてないぞみたいな、そんな感じみたいなので、ちょっとまずは前から順番に鶴橋洞窟の底やってみましょうか。ブロックを壊さなかったが条件であるみたいなんですけど、その何、これ何もらえるんだっけなんか王冠もらえる条件だっけね、なんかそんな感じがあるみたいなんですけど、鶴橋洞窟の底、でも鶴橋を使ってなんかやってくださいのステージだと思うので、まずはちょっと待って、いろんなところをちょっと隅々まで見てみましょう。鶴橋来たぜ、ここで今どうなってますか、全然見えないです。ちょっと待って、そこに何かある、コインがちょっと出てきただけでした。あんまり当たり感はないんですけど、こういうところ、これ何もなさそうなところにコインがあるのをチェックです。こっちよしです。ここの段差ちょっと気になりますけど、キノピオ隊長はなぜかジャンプができない、多分荷物が重いからジャンプできないのかな、ちょっとその辺は分かんないんですけど、こっち何、こっちはなんかつるはしがあれば掘れそうで、そこの下にダイヤがあるぞと、そういうの欲しいけど、ただ多分さっきのモグラの敵からツルハシをもらわないと無理だぞね、予感がするので、で、これちょっとこっちルート行ってみましょうか。っていうかさ、ブロックを壊すんじゃ、あとだね、ここから降ります。あと結構残りました。あー、なるほど、なんか降りることはできるけど、多分あれだよね、なんかその取れないのがいっぱいあるぞみたいな、そんな感じみたいなんですが、これ取りました、この敵取りました、あっちにモグラがいる、孔明はなんならモグラではブロック壊せないのか、ちょっと待って、これくれるね、これくれば、どこに何かがあるのかが全然わからないか、こっちへ回ってきて、ここ壊して、あ、鶴橋おかわりきた、おかわり鶴橋で、こっちにあるぞ、待って、これ持ってないやつ、ここ奥どうなってるかわかんないけど、じゃあ掘って、おかわり欲しいな、あ、待って、おかわりじゃないこれ、ちょっと待って、こうください、ありがとうございます、おかわりもらって、じゃじゃ掘り、じゃんじゃん、ここ掘っとくとか、これテラフ消える的ぽい、あ、ドローってなって消えたここ何、あー、コインがめちゃくちゃある場所なので、まあ、鶴橋でザクザクするとコインめちゃもらえますよと。で、この敵はじゃんじゃん出てきて怖いです、怖いです、怖いからあっち行こう、ね、これって無限に出てくるえ、これ倒した時ってコインもらえるっけ、これ投げるとコインもらえますなるほど、株で倒した時だけコインもらえるぞと、あとは隊員が、待ってください、あっちから何か出てきました、キノコで10個に、ちょっと怖いです、株持ちました、ちょ、株は持ったな、株よし、ちょっとさ、株持ったけどさ、そっちにぶつけたいな、でもその時ちょっと、でもさ、ライトで消せるから、ちょっとクッズームよしです、絶対やらなくていいと思いますが、投げ、あいてってなったいてってなったけど、全然気にしてる感じはなかったね、のでここはもう泥になって消えてもらって、じゃあ一旦こっち来ました、ここに、待ってください、
右も左もドロドロがいます。怖いです。これいっぱいあって、ライトめっちゃあって、カブゲットです。カブぶつけます。待ってください。また出てくるんですか、このライト。近い、まずい。間に合ったか、間に合ったね。カブゲットです。あ、待って、これカブで倒したらもしかしてもう出てこない、そんな予感。そう、これの奥が気になります。こっちもカブでした。カブ持ちました。あれ強い。待って。あ、二段構えや。うわ、信長鉄砲隊システムやめてください。これ今抜けます。こっちで避けます。これちょっとこっちで倒します。倒します。っていうかさ、抜けるんだよね。抜けるから、彼らで何なら攻撃できる。で、ここはどれかさ、ツルハシあるんじゃない。あ、来た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 。でさっき取ったダイヤは2個目なんだね。で、ちょっとコインにさ、目もくれずに、こっちの方に、ないですか。あ、おかわり、来た。おかわりが来た。あ、おー、ちょっと、わず、叩き。怖いから叩き。全部叩き。降りた。罠じゃない、ちょっとさ、あっち絶対、いや、わかんない、おかわりツルハシの予感がするよ。でもキノピオさんはさ、なぜかジャンプができないんだ。キノピオ隊長飛べないよ。なのでこのままダイヤもらっていきましょうか。じゃあスターもらっていきましょうか。3つ目のダイヤあれかな、左側になんかあの敵モグラいたから、あれがツルハシになって奥にあるぞみたいな、そんな感じなのかな。すごい、ここのマップなんかあのまっすぐ進むだけでちょっともう迷子になりそうなぐらい入り組んだマップだったんですけど、ちょっと再び行きましょう。でもなんかあの2個目のダイヤは取れたので、これどうなの、そっちの右ルートって何がどうつながっているのかがわからないのですが、ちょっとこれください、ツルハシください、ツルハシもらいたい、ツルハシもらいたい、ツルハシもらっていくぜ。おーらららら、というかここ坂降りなくて、待って、ここ砕きます、ここ砕きますして、ここ降りるとこれが引っ張れます、上がりましたっていう感じで、一応帰ってこれるようにはできてるみたいなので、こっち結構コインもらえること、どうなんだろうね。多分なんかコイン最大をゲットするなら、なんかこの辺で引っこ抜いて叩いてすぐこっちへダッシュみたいな、そういうちょっとテクニックも多分ね、あのなんかコインゲットチャレンジみたいなのをすると詰める予感がするんですけど、でここはあれですね、ブロックを壊さなくても降りれるようになってますよと。ただツルハシは欲しい、ツルハシもらっていくみたいな、これ今どこから降りてる、ちょっとコインにも目をくれずに、あ、おかわりツルハシがあった。今ちょっと待って、これはツルハシじゃないです。なるほど、そこで多分ツルハシをしっかりと引き継いでいくと、いた、え、ちょっとまず痛いのくらいでした。今のは今からカードを一旦壊して、あ、そこの裏になんかね、ツルハシっぽいの、これ取れない、積んだ、あ、積んだ、待って、ツルハシがないんです、ツルハシがないので降りていく、ただって言ったけど本当に大丈夫、ちょっとわかんない、これちょっとカブで倒します、カブで倒すと多分もう出てこない、ちょっと攻略情報を見たわけじゃないですけど、さっき出てこなくなったからもう出てこないみたいですね。のでこのまま抜けていきましょう。ここか、どっちがカブ、キノコとカブか、カブぶつけると、カブぶつけるともう彼は出てこないです。のでしっかり倒してカブゲットです。この辺に出てきます、カブぶつけます、カブでしっかり倒します、カブゲットです。カブゲットしまくって、カブで倒します、でダッシュで戻って、まあ、どっちもカブなんで、そう、1個だけもらっていく。あ、投げちゃった、今ダッシュボタン押したらさ、投げました、角よしです、怖いです、信長鉄砲システム怖いです。こっち行きます、あ、待ってください、あ、ま、こっちでやり過ごします、こっちから行きます、彼を引っ込みでカードに消します、引っ込み、ここなんか壊せるかなって思ったけど違うみたいですね。ここでこれが、あ、ツルハシ来たー、ツルハシ来たぜ、じゃあ持っていくぜ、
まあ、ただ右のダイヤは注意しない、こっち、こっち、この辺掘ると多分この辺、あっ、こっから降りれる。でこれで多分そうだよね、その橋ください、ください、もらってくぜ。でダイヤもゲットして、あとはもう最強だぜ、なんなら照らしながら鶴橋で突っ込むぜといった感じで、あとは最後にたんまりコインをもらってゴールに進みましょうと。これであれですね、3つ目のダイヤも取れたので全部のダイヤをゲットすることができましたね